おお、何年モデルのハヤブサ？これは11年モデルですね。おお、2代目か、ほなハヤブサとしたら。そうです。今、だから2台あるんですよ。鳥取で今旧型の方を車検に出してます。結局なるほど、本当は乗り換えるつもりしてたんですけど、うんうん、愛着あって結局手放せなくてですねマスターが何種類か持ってるのと同じようになってきましたね。そういうもんや。売ったらアホみたいに安いからねそうです。あ、そうです。このハヤブサ乗りの彼、ハヤブサというお店、ライターズハウス、何やってるんやったっけ。はい、どうぞ。ゲストハウスベースハヤブサというのを鳥取県のハヤブサ駅の近くでやっております。奈良県から引っ越してやってます、バーベキューとかね、手ぶらでも、バーベキューセットとかあります。で、格安で泊まれますんでね、長期の、遊びに行ったりとか、大山とかね、鳥取とかいろんなとこもあります。うん、ぜひ行きましょう。お待ちしております。イエイ、オッケーっす宣伝動画ありがとうございます。こういうのは常に何でも使わないこれマフラーどこやった？はい、マフラーどこやった？マフラーどこやった？マフラーですか？今これはツーブラザーズ。あ、ツーブラザーズ、オッケー。